いやーそろそろ気温が下がってきたから秋の着こなしを楽しみたいなーでも洋服にそんなにたくさんのお金はかけられないからなるべく予算は抑えたいんだよなーそう考えるとユニクロなんかで全身コーディネートできるのが一番理想的なんだけども誰かお隣に合うユニクロコーデ教えてくれる人っていないのかなと思ってる皆さんこんにちはススタイリストのしゅんです今回の動画なんですが毎シーズン恒例となっています「全身ユニクロ秋コーデ参戦」というテーマでお届けをしてみたいなーと思 思っていま,すまあ冒頭にもお伝えした通り最近ようやくですね気温が下がってきまして秋服が楽しめるタイミングになってきたかなと思います皆さんもですね買い物をしたい欲が出てきてる頃かなと思うんですが、まあ、なかなかですね服だけにお金をかけられるというのはファッションが趣味の方だったら可能ですがそうもいかない方が圧倒的に多いんじゃないのかなと思います他にも趣味はありますし家族にもお金がかかるとそうなるとそんなに服にお金かけられないんだよなという場合にはユニクロは本当に頼れる存在かなと思います基本的 具的にはベーシックなお洋服が多いですしその中にもほんのりとトレンド感も漂うものが増えてきていますのでちゃんと選べればユニクロの中でもですね大人の秋コーデは組めるかなと思いますただあまりにもですねユニクロの店内にはお洋服がたくさんありすぎてどれを選べばいいのかわからないどういった組み合わせをすればいいのかわからないという方が少なくないかなと思いますそこで今回はですね大人の男性に使えるような具体的なユニクロ秋コーデを3つご紹介したいなと思っていますのでよかったら皆さんのですねここの秋の秋着こなしの 一つの参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからは具体的にですね、全身ユニクロ秋コーデを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目の着こなしですね、結構僕の中ではですね、大人っぽくて使い勝手がいいスタイリングなんじゃないのかなと思っています。まずですね、一番上に着てるものに関しましては、これはですね、ミラノリブのシャツカーディガンですね、先日も動画の中でご紹介しましたが、これがですね、やっぱり実物見たらめちゃくちゃ良かったので、思わず購入をしてし、ま しまいました秋といえばやっぱりカーディガンはですね大人の男性には鉄板アイテムなんですが、まあ、今期のこちらのシャツカーディガンに関しましては襟元がまた全然違ったアプローチなんですね襟がついていてシャツ型になってることでいつものカーディガンにはないようなちょっとしたこう今っぽさというところが表現できるのでこれなかなかいいなと思いました、まあ、カーディガンなんですけどもちょっとサイズ感は緩めですね肩のラインもここでちょっとだけ落ちていますね身長1 6 4センチ5 3キロで今 M サイズを着ていますがこれぐらい ぐらいのですね、程よいゆとり感というのが大人っぽくていいんじゃないのかなと思います。カラー展開はですね、いくつかあったんですが、僕はブラックを購入しました。結構グレーとかもサイトで見るといいんですが、実物見るとちょっと明るい印象だったんですね。まあ、ブラックがよりですね、シャープでどこのブランドのものなのかわからないような雰囲気なので、僕はこれがすごくいいんじゃないのかなと思います。素材に関してはミラノリブですね。この肌素材の良さというのはかなりですね、心地がいいですね。T シャツの上にさらりと着るだけでちゃんとですね、様になりました。 着ていていいいいいいガガサガサする感じじががししななのででこれは使い勝手がいいんじゃないでしょうかそして、内側に着てるのはですね、ちょっと見えづらくあるんですが、これ、ユニクロの T シャツなんですけども、Peace for All というシリーズがありまして、そちらのですね、吉岡徳人さんのデザインされた T シャツを着ています。これがですね、めちゃくちゃ良かったんですね。僕はホワイトベースのプリント T シャツが大好きで、いろんなものを買い集めているんですが、こういったアプローチは結構珍しいですね。白地に対してシルバーのプリントがされてるんですね。このメタリ リッククなななななな感じがすすごくくででね着こししの一つののつアクセントにもなってくるのでなかなかいいいと思いました今回はカーディガンと合わせていますが今後出てくる様々なキアラターにこれ1枚 T シャツあれば全てハマってしまうのでこの T シャツは結構隠れた名作かなと思うので今回の着こなしの中では個人的にはこれが結構ドストライクなアイテムかなと思いますそしてボトムスに関しては先日ご紹介しましたユニクロのワイドストレートジーンズですねこれのダークグレーを合わせていますまあ僕もですね 32歳ということで、決して若い世代ではないんですが、ワイドなデニム、結構今年っぽく履けるなと思ってですね、愛用しているわけなんですが、これ本当にシュレットいいですよね。ワイドではあるんですが、ストンと落ちるようなシュレットなので、割と足長効果があってですね、綺麗めに見えるんですね。で色もダークグレーというところで、ブルー系に比べるとシャープに見えますし、大人っぽい雰囲気も漂うので、今回はですね、全身こうモノトーンで収めてみました。まあ、全体的にはカジュアルなアイテム使ってるんですけども、割と色味がですね、モノ トーンなのでそこまで子供っぽく見えないかなと思いますで足元なんですが最近はコンバースのオールスターを履くことが多いので、まあ、こちらを合わせてみましたまあ、ロータイプですねちなみにちょっとだけカスタマイズをしていまして通常だったら白紐なんですがあえてですねブラックのロー引きのシューレースに変えることでですねちょっとシャープな雰囲気で履いていますこんな形でですねコーディネートを組んでみましたまだちょっと暑い時には腕をまくりながらですね手元のちょっとしたアクセサリーなんかを覗かせてあげるのもこないた感じも出るのでいいんじゃない のかなと思います簡単な着こなしなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもトライしていただくといいんじゃないのかなと思っています。まあ、僕自身ですね、カーディガンというアイテムをものすごく着るかというと、実はそこまで多く着ないんですが、こちらのようなシャツカーディガンですね、襟がつくことで、いつもの雰囲気とはだいぶ変わるので、これはかなり使いやすいジャンルだなと思いました。ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、あまり着たことがないようなアイテムかなと思うんですが、こちらのニットカーディガンも合わせてチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目の着こなしなんですが、今度はですね、デニムジャケットを使ったコーディネートを組んでみましたが、いかがでしょうかこれまた先日ご紹介したユニクロの今季のですね、デニムジャケット、色はですね、ブルー系ではなくて、あえてですね、先ほどのボトムスと同じように、ダークグレーを選んでいます。ブルー系だと定番的な見え方になるんですが、グレー系だとちょっとですね、大人っぽくて、シャープな雰囲気も漂うので、カジュアルになりすぎないんですね。デニムジャケットも結構アイテム自体が カジュアルなので色をちょっとこうモノトーンにすることで大人っぽくしてみましたサイズは m なんですが程よくサイズ感ゆとりを出しているのでこのあたりも今っぽい仕上がりなのでなかなかバランスがいいなと思っていますそしてデニムジャケットの下には白 t ですねこれは先ほどのプリント t シャツとはまた別でユニクロ u のですねコットン100%の t シャツを着ています主に重ね着用として僕はストックしてるんですがま白 t をですね覗かせる形でま重たくなりすぎないようにバランスを取っていますデニムジャケットのボタンは第 1ボタンは止めずに第2ボタンと第3ボタンぐらいを軽く締めるぐらいにしてですねちょっと着崩すような形でコーディネートの中に取り入れていますでボトムスに関してはこれまた先日ご紹介したワイドフィットチノですねまあかなり太めで癖のあるボトムスではあるんですがこういったものをうまく使ってあげると今っぽい雰囲気はユニクロでも出しやすいかなと思いますダークブラウンということで色味はかなり深めなんですが秋っぽい色合いになっていますのでモノトーンの中にもですねちょっとした季節感が漂うようなカラーになってるかなと思います で、足元に関しては、ブラックのですね、レザー系のシューズとかもすごく相性がいいかなと思ったんですが、ちょっと重たい雰囲気になりすぎるかなと思ったので、今回は白 T とリンクさせるようにですね、アディダスのサンバを合わせています。定番のスニーカーではありますが、適度にカジュアル感も出ますし、まあ、レトロな雰囲気も含めて、なかなか使い勝手がいいので、まあ、ブームは一段落しましたが、引き続き僕は使っています。まあ、このような形で、タンタケ系のアウターを使った着こなしを組んでみましたが、アイテム自体は割とこう、カジュアルなものが多いんですが、色数を絞って ってそんなに派手な色にしないことで割と大人っぽく着こなせてるかなと思いますこれもですね今すぐ買えるような商品で組んでありますのでぜひ、まあ、皆さんもですね一つの参考として秋のコーデ楽しんでいただければなと思っています はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、アウターにダブルフェイスシャツジャケットですね、こちらを使った着こなしを皆さんにご紹介できればなと思います。これまた先日皆さんにご紹介させていただいたアイテムなんですが、まあ非常に使い勝手がいいんですね。シャツ型のデザインなんですね。襟型はちょっと大きめのシャツ型になっていて、着丈も短いようなまさに秋向けのアウターではあるんですが、柄ですね、これが今年っぽいなということで、皆さんにもご紹介したかなと思います。まあ チェック柄ですね今年はこのようなオンブレーチェックと呼ばれるようなですねちょっとにじんだようなチェック柄というのが1枚あると便利かなと思うんですねまあ今年旬なんですけどもずっとあるような定番的な柄でもありますのでまあ今年だけではなくて来年以降もしっかりと使っていただけるかなと思います僕は今 M のサイズ着てるんですが結構サイズ感ゆとりがありますね身幅もゆったりとしてますしあとは肩のラインもちょっと落ちていますねでちゃんと横にポケットもついてるので秋から冬にかけて結構使い勝手非常にいいんじゃない じゃないのかなと思います色はちょっとブラウン系でやややぼったくはあるんですがブラウンの中にもちょっとこうブラックが入ってたりするのでしっかりと締めるところは締めてあるのでこのあたりはすごくいいんじゃないのかなと思います内側にはですねちょっと見えづらいんですが黒 T ですねユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック t シャツの黒 T を着て上半身はちょっとシャープにまとめましたでボトムスに関してはちょっとこう爽やかにしたかったので今回は白デニムを履いてみました先ほどオンラインで見たらリラックスアンクルパンツなんと9 0 390円でセール価格になっているのでまだサイズも割とありました意外とこれ使い勝手いいんですよねアンクルタグと言いながらま僕の足の長さの問題ですがぴったりなんですよね裾上げしないでそのまま履けますしこのフィット感ですね適度なゆとり感で結構白パンの中でも使いやすいので僕は引き続き秋もこれをですね撮影の際には使っていきたいなと思ってるんですが上半身はちょっと重めで矢ぼった色にしながらもボトムスでちょっとホワイトを加えることで一気に爽やかさで長消しにするような感じ のイメージで着こなしを作っています。ダッシュ元に関してはですね。ちょっと大人っぽい雰囲気出したかったので、クラークスのワラビーですね。ブラックで引き締めるという形で、レザーシューズの綺麗さというところはちょっと取り入れるようにしています。この着こなしも結構簡単に気軽にトライしやすいものかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにトライしていただきたいんですね。このチェックシャツに関しては、やっぱり王道はブラックパンツが一番合わせやすいかなと思うんですが、白パン履くことでだいぶ爽やかにですね。大人の男性の中でも清潔感漂うような着こなしができるので、まあ、是非白。 の方もですね皆さんトライしていただければなと思っています。 はいといいととううことでででかかがししたでしょうか今回の動画では全身ユニクロ秋コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました個性が異なる3つのアウターをですね今回使いながらさまざ、あ、まな着こなしを作ってみたわけなんですがカーディガンだけでもですねボトムスのカラーを変えるだけでまたですね雰囲気変えることができるかなと思いますですので3つのアウター持ってなくてもですねこの中で2パターンぐらい似たようなものがあれば結構さまざまな着コーデは作れるかなと思うので是非皆さんも今回の動画を一つの参考にしながら 秋コーデのベースとして、色々とカスタマイズしながらですね、楽しんでいただければなと思っています。またシーズンごとにですね、全身ユニクロ企画はやりたいなと思っていますので、ぜひ皆さん今後も楽しみにしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと2向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています 週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をほぼ毎日配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイ また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますのでこちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに。